おはようございます。山田店長です。山田店長です。おはようございます。ということで今日は令和2年の2月26日6時59分ということでギリギリ7時ギリギリ7時、前に、放送します。ということで、コロナやばいね。いやもう全然テレビ本当見なかったんですけど、昨日夜ちょろっと見てたらもう何でもかんでもイベント中止になってますね。これまずいですね。ちょっと商売的に言うとですね、これめちゃめちゃ景気悪いでしょ、これね。普通に考えても、いやー、何でもかんでも中止じゃないですか。Jリーグとかもダメとかなんとかとかテレビでやってましたけど、いやーこれって俺ちょっと本当よく分かってないんですけど、コロナの情報あんまり変なこと言って変な情報流しちゃいけないんですけど、あの注射っていうか何ていうかな、特効薬みたいなのがないんですよね、おそらくね。まだねできてないんですよ。できたらいいんですよね、おそらく。ないからですよね。ちょっとびっくりするぐらい中止で、オリンピックも5月に決めるとかなんか言ってましたね。オリンピック中止になったらシャレななんですね。マジですか、これ。うわー、すごいことが起こっているなと思って、ちょっとね、ニュースを見ないからいかんけど、こんなんでパッて見ただけじゃよく分かんなかったけど、テレビでガンガンやってるの見てたら、すんごい不安になりますよね、あれ。これ、ほんと景気悪なりそうですよ。なんかほら、あれ思い出したよ。自動車学校で並んで、ほら、ブレーキの衝撃やったかな。高速道路って最初にちょんってブレーキ踏んだら、みんな後ろがどんどんこうブレーキ踏んで、結局渋滞が起こるみたいな。俺だからなるだけ高速俺ブレーキ踏まないようにしてるんですもんね。なるだけだから車間距離ちゃんと保って、俺のせいでほら後ろになったらいかんと思って、こうね気にしながら運転してるもん。だからほら一人がもうやりだしたら、わーってほら日本人の特性、みんな右になったら右にガー行くでしょ。それ起こってますよね、今徐々にね。国民性なのかなんかよくわかんないけど、山本五十六の本かなんか、山本五十六の本読んだ時に、やっぱり当時から日本人、戦時中の話ですけど、もうやばいぞと、もうみんなこっち振ってるからどうしようもないみたいな話になってた、書いてらっしゃってて、結局やっぱもうずーっと国民性って変わんないんだなっていうのがね、やっぱ今回もそっちにガー行くんじゃないかなと思ってね、怖いですねこれ。徹底的に自分守ろうとしたら、ほら家から出ないでしょもう普通に。逆にネット販売が良くなるとかな、そういうこともあるかな、巣ごもり現象とかね、なんかあるかもしれんけど、まあでも厳しいことが起こりそうですね。もうちょっと政府の対策を本当さっさっさっとやってくれんと、いやいやいや、これ本当にまずいことならんかなっていう、ちょっと懸念ですね。それと、これニューヨークダウめっちゃ落ちてるんですけど、何が起こって、やっぱコロナウイルスか。マジか。こちらも、これなんて読むんですか。なんちゃらフェスも中止になりそうです。これなんて読むかな、すいません。本当に大変な状況。これはもうそういう細かいなんかがね、積み重なっていったらすんごい GDP とかも落ちるでしょうね。 お金が動かないし、人が動かないからね。いやー、とんでもないですね。でもなんか逆に儲かるところが多分出るんですよね、こういうパターン。そこを読み切ったらね、天才的にね、俺やってることがな、もう儲からんもんな。それと、まあ、さっきのちょっと話、株ですね。やっぱコロナウイルスの影響でね、もうね、ぶっちゃけて言うときます、俺株めっちゃしたんですよ昔。めっちゃ儲けてめっちゃ損しましたけどあのね、もうね、俺のあれですよ、まあ、センスある方は、いいですよ、やった方がいいと思いますけど、もう今のこれで多分もう日本も多分落ちてるでしょう株。僕まだ持ってるんですけど、もう全然見てない株とか、もう見たらもうイライラするから、イライラっていうかもうドキドキするから、もうしないがまし、基本的にもうなくなってもいい余裕資金でやるか、もうほったらかすなんかな、こう器量があるか、もしくはもう徹底的にやるか、もうどっちか。
どっちかっていっぱい言うたな、まあ、とにかくやらん方がいい、読めんもん全く、うん、最初は俺もできるできると思って最初わー儲けたんですよ、めちゃめちゃ儲けたんですよ、びっくりするぐらい儲けたんですよ、全部取られたですそれもねだっけリーマンショック、もうあんなの読めへんもん全然、でまだ儲かるまだ儲かるまだ儲かるでやめときがわからんでしょね、で儲かってるやつがまたなんかネットとかさなんか本とかでさ主婦が1億稼いだとかさあんなんね一握りの中の一握りの中の一握りですよあとね種銭がないと厳しい、あのね100万とか何十万とかでやって1億2億なるとかいうのはもう宝くじ当たる波ぐらい俺は難しいと思う、1000万あって1億いくのはまだ簡単っていうかできるかもしれんけど、100万ぐらいから1億いくとか何十万から1億いくっつったらやっぱもう思いっきりちょっと無茶せんとダメですもんね、もう賭けみたいなもんなんで、周りでもいっぱい失敗してる人おるんで、俺はですよ、その先行き不安でなんかお金稼ぐ方法ったら投資はやっぱ株が一番手っ取り早いと思うけど、僕はおすすめしない、それより確実に儲かるものを売る方、まあしつこいけど家にあるもの売ったりとかなんかそう転売したりとか、まあ、めっちゃ儲からんけど、の方がいいかなと思いますけどね。だからこんなん見てたら多分もうねもうやばい人いっぱいおるでしょ多分、株はこれだけ落ちて日本どんなぐらい落ちてるのか知らんけど俺全く見てないですから、もう見たら仕事ならんもんねっていうことです。でもう一番儲ける方法分かったんですよ俺、一番儲ける方法は朝から晩まで汗水垂らして働くってことです絶対儲かる、もうそれ以外ないだから株もこれはすごいこと起こってる、これ要するにコロナの影響ですよね。いやーこれ800ドルと、まあ落ちたら反発があるんで絶対買い戻しがあって戻るんですけど、それがどこまで下がるか分かんないからもう怖くてやっぱ売っちゃうんですよね。それがほら何億とかしてる人とか何千万とかしてる人なんかはもうねビビってもうって売っちゃうもんね。それが怖いっちゃうね、まだ下がるまだ下がると思ったらね、これほんとすごいこと起こってますね世の中、コロナウイルス一つでね。なんかちょっと面白いニュースないんかな最後にね、なんかないなんかない、全然見てなかった。お湯で予防はデマ、あそうこれすごいこと起こってる、これこの人、僕将棋めちゃめちゃ好きで、アゲアゲさんっていう YouTuber さんがおって、この人強いんですよ。もともと多分奨励会かなんかで三段まで行って多分ダメで、何歳だっけ27歳やったか忘れたけど、ほら奨励会卒業しなくちゃいけないんですね、もうプロになれないんですよ年制限みたいなのがあって、で多分断念してたんですけど、ちょっとなんか今敗者復活みたいなのがあるんですよ。5回プロと戦って3回勝たないとダメなんですよ。で YouTuber でずっと投稿してる方だったんですね、アゲアゲさんっていう人が。で見事すごいですよこれよ、3勝1敗で勝ち越してプロになりました、イエーイ史上4人目ってことで、これすごい。しかも最後戦ったのがめちゃめちゃ強かったんですよね、めちゃめちゃ強いもう方と戦って勝ったよ、すごいわ。本田五段ってねめちゃめちゃ強いんですよ、この22歳の子。それに勝たんやろってみんなもう予想だったんですけど、勝ちましたよ、すごい。アゲアゲさんこの人めっちゃ面白いんですよ YouTube、こんなやっぱね夢がね叶えてね、ほんと良かったなと思います。確かね、クラウドファンディングしてお金もいただいてなんかで、すごいもう背水の陣で戦われて、いや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 、これはちょっとね夢ありますね。 YouTube 見てたものとしてはですね、クラウドファンディング僕もちゃんとお金やってます、やってるちか、もう応援してたんでですね、もうめっちゃこれは昨日のニュースで最高に嬉しかったですということで、新型コロナの話とちょっと株の話とまあ将棋の話ってことで、まあまあもう人生なるようにしかならんけんな、あんまり深く考えとってもさ、あまりにも大きい出来事すぎて
もう自分の力でどうしようもないんで、ってことでもうここはもう身を任せて自然の流れで、まあ明るく楽しく一日一生ってことで、今日過ごしていきたいなと思う山田店長でしたってことで、皆さんも本当あの抵抗力なんか上げて飯食うてよく寝てよく遊んでよく笑ってみたいな感じでねやったらいいんじゃないかなというふうに思います。最近咳も出ないよ。うん、さすが。もう大丈夫ですよ。俺と仲良くなった限りもうならないですから。サトシさんも。ってことで、今日は明るくいきましょう。の山田店長でした。ありがとうございます。頑張るぞー。